旅するレストランということで、お客様に旅情であったり車窓であったり、また電車の心地よい揺れを楽しんでいただくために、やはりノイズとなる揺れ、急激な加速だったりブレーキ、でもそういうことを避けるような運転を心がけています。また細かな点ですが、このハンドル、電車のブレーキをかけるハンドルなんですけど、ピッカピカです。こういうと細かな点も普段から磨いてですね、お客様をお出迎えしております。毎回ではございませんけど、このピカピカのハンドルを見にいらっしゃるのもよろしいんではないでしょうか。入れ替え進行25矢印です。わすのがプロなの。おはようございます。おはようございます。2号車が24名、4号車が、23名、短く切れてます。こんにちは。こんにちは。はい、かしこまりました。はい、かしこまりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今イタリアンパセリを切っております。こんにちは、お待ちしておりました。はい、じゃあドア閉めます。 OK です、完了です。乗車完了、ドア閉まります。西武鉄道上石神井乗務所の所属員が手を旗を振って皆様をお見送りいたします。石神井川沿いの桜並木は西武線沿線でも有数の桜の観賞スポットです。新所沢駅に到着いたします。この駅で進行方向が変わりますのでご注意ください。ご乗車の皆様にご案内いたします。
ただいま所沢駅で担当乗務員が交代いたしました。52席の私服は間もなく埼玉県所沢市にある小手差駅を通過いたします。西武鉄道小手差乗務所の所属員が手や旗を振って皆様をお見送りいたします。電車発車します。ご注意ください。ご乗車の皆様、飯能駅を発車する際は進行方向左側をご覧ください。飯能駅の駅長が手や旗を振って皆様もお見送りいたします。出発よし。西武鉄道飯能乗務所の所属員が同じように手や旗を振って皆様をお見送りいたします。車内の皆様も手を振ってお答えくださいませ。はい、気をつけることはお客様と接するときに笑顔で接し、またおもてなしの心を持ちまして乗務しております。気をつけてることはやっぱ、山岳地帯でカーブなども多いんで、車内スタッフ様が料理運んでると思うんですけど、その人たちが倒れないように速度を抑えたりとか、あとブレーキの回数を減らして、運転していることを気にしております。ご乗車の皆様、本日は西武旅するレストラン52席の私服にご乗車いただきまして誠にありがとうございました。まもなく終点西武秩父に到着いたします。リピーターのお客様も多くいらっしゃいますが、コロナが明けてからインバウンドのお客様も多く増えております。お客様の中には3ヶ月ごとの料理交換に伴いご予約いただけるお客様や、企画運行のたびにご予約いただいているお客様もいらっしゃいます。外装はもちろんポイントのこと、内装では各車両天井にポイントがございます。ぜひ天井をご覧いただければと思います。
1番ホームに電車が参ります。黄色い線の内側でお待ちください。西武沿線並びに埼玉県の食材をですね、コース料理にふんだんに取り入れた。そしてそのコース料理を全国の著名な監修シェフがついておりまして、この社内でしか味わえないお料理を提供しております。普通のレストランさんと違って、この観光電車の特徴は揺れること、動いていることです。なので当然お料理の盛り付け中並びにお料理運ぶときっていうのも揺れるので、そこが一番特徴的とも言えて、我々も一番気をつけていることです。なので盛り付けの際に通常よりも例えば高さをお料理出さないであるとか、ソースが流れていかないように少しとろみをつけるとか、そういったことを意識して盛り付けております。はい、ここの方が、はい、外国の台湾の方ですね。はい、はい、以上です。任せてください。はい、はい。Thank you.
ちら52席の新宿から本日ご乗車のお客様にお土産をお配りしております。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。